こんにちは。今日はロンドンの夜景スポットの一つ、ザ・シャードに行ってみたらお送りします。駅から降りて入り口分かりにくいです。でも慣れているようで、近くのドア前にいる警備員に聞くとすぐ教えてくれます。少し離れたところが入り口でした。今日はシャードの方のレストランに行きます。展望台も空いていましたが、展望台もそこそこ高い。せっかくなので食事をしながら楽しみます。まずは口でカバンの中身など防犯チェックです。その後エレベーターに乗って上がります。今日はシャードの高層階にあるアクアシャードで食事です。31階にあります。入り口受付は32階なので、まずは32階に行きます。ここが入り口になります。なかなかいい眺め。ウェイターさんがすぐ横にいるので、とりあえず注文しましょう。はい、ワイン頼んじゃいました。ワインを楽しんでいるうちに日が落ちてきました。お酒だけ飲みに来ることもできますが、時間も時間なので軽く食事をします。だいたい一皿10から20ポンドするので、頼みすぎないようにしないとね。スープと前菜です。当日予約できたけど、もうすでに埋まっているようです。美味しかった。イギリスは食べ物はそんなに美味しくない。確かにその通りで、どれもいまいち。美味しいなと思ったものはやはり高く、物価も高いのに日本人にとってはさらに高く感じます。なのでどうしても値段の割にはなってなってしまいます。アクアシャードは高いは高いけど、この景色と値段に合った料理でした。素晴らしい。暗くなるほどお店は人でいっぱい。ガラスの映り込みはどうしても入っちゃいますが、しばらく夜景をお楽しみください。が見えます。とっても満足できました。私のように混んでるのが嫌いな人だとおすすめだと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバイ。次回は金曜20時南紀白浜です。次回ヨーロッパ編はフレックスバスでパリに行き、エッフェル塔マダムブラッスリーです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか。ここです、ここです。来ていただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。バイバーイ。